こんにちは、はじめ社長です。パート10です。はい、前回はキリが良かったですね。ちょうど病院が終わって、で、すいません、パート9の最後のテロップでメアリーって言おうとしたんですけど、メアルって言っちゃって、てかもうそもそもメアリーじゃねえしって話ですね。マリアが山岳頭にちょっとやられちゃって終わったんですけど、まあね、今回はもうマリアのことなんて忘れてね、もう気を取り直して、もうジェームズ最高って感じでね、ガンガン行こうと思います。でもどこに行きゃいいか全然わかんないんだよね。もうマリア意外といいやつだったのかもしれないね。でもなんか、お、病気っぽかったよね、マリア。早速言います、ナース。ついに街の外にもナースが溢れるようになってきました。お、敵が多くなってるな。ちょっと地図見ます。地図のさ、何かを写した気がするんだよね。サイレントヒルヒストリカルソサイティに確か赤線が入って、どうすればいいんだろう。ちょっと前回ビビりすぎて話は何も聞かなかったっていうね、致命的なミスを犯しちゃいました。お、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 何もないっす。なんか視点変わったらなんかあるって思っちゃう。なんだこれ、入れないじゃん。どこ行きゃいいんだろう。逆だな、ちょっと全然わかんないっす。いや、やばい、全然聞いてなかった。下に行きます。下、こっちじゃねえわ、あっちの方だ。走れジェームズ。これ何？お、これ入れないのか。どこだ、いるぞ。え、敵多くね？え、めっちゃいるじゃん。無駄な摂取は避ける。敵が多い、やばいな。もう街自体がなんか怖くなってる。暗いし、とりあえずなんか印あるところを向かってみます。逆だな、こっち行ってみるか。一回逆側行ってみよう。こっち行ってみます。お、気が利くね。お、めっちゃ落ちてるじゃん。アンプル、ハンドガンの弾、もうないかな。もうないっすね。なんか絶対来てるじゃん、近くに。お、そっちか、びっくりした。なんもなかったんで逆側です。こっち側行ってみます。お、敵の数やべえ。来てる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 、ごめんなさい。こっからどこ行けばいいのかな。おお、狭くなった道が。これ地図的には、ああ、そっちの道ね。 OK です。狭いな。お、行き止まり？行けるか、ここ。お、行けた行けた。何？誰もいないよね。
なんかいつもと違う雰囲気。やばい。怖い、ここ。誰もいないよね。怖い、ここなんか、やばい。ジェームズ走るか。なになに。お、下にいる、下。なにこれ。お、なんかいると思ったら床の下だよ。床の下。無理でしょ。びっくりだわ。びっくりしたよ。お、なんか書いてあるじゃん。字が汚くて読めませんけど、とりあえずあの黒いとこ目指してちょっと行っていきます。あー、びっくりした。お、入れた。おお、なんかある。ソファーの上にメモが落ちてる。バーニーリーズで待つ。はーい、とりあえずセーブしときますね。キャンピングカーです。キャンピングカーでとりあえずセーブしときました。怖いな。うお、びっくりした。もうこっちに気づいてないですからね、バーカ。ハンドガンの弾。うお、なんかこのさ、棒立ちの敵が本当に怖い。意外とバレないんじゃない。あ、バレた。ふん、あまり寄り道せず行きますね。パパッとパパッと、あの地図のマークがついてたとこまでパパッと行ってきます。やっぱ面倒いのは嫌いなんでね、こういうのはもうパパパッと終わらせた方がいいんですよ。お、うお、うお、人が死んでる。お前がやったのか。バカタレが。あ、やべやべ、行き過ぎた。ぐるっと回っていきます。カッツストリート行って、ぶつかったら右に曲がります。そんな感じで行きます。おし、着いた。さあ何がある。何もないわけじゃないと思うんですよ。マークついてたから絶対何かしらがあるんじゃないですかね。お、おーおーおーおお、スパナ。こっちは手紙。あるいは君か、え、あるいは君は愚か者である。真実は大抵人を裏切る。資料館にその深淵の一つはある。資料館の鍵は公園だ。祈る聖女の像の足元、土の中の、そして箱の中にある。開けるにはスパナが必要だ。私の患者がそこに埋めた、知っておきながら放っておいた、手元に置いておくのは不安だったからだ。私は真実よりも平穏を求めた。どういうことでしょう。私もあれを見たのだ。私は逃げ、資料館も封印した。町の住人も今は誰も立ち寄ろうとしない。それでも止まることを望まないならば、ジェームズ、あなたに神の影があるように祈ろう。もうジェームズってもう言われてますから、向こうは見えてるんですかね、こっちがいることを。まあその向こうっていうのが誰かも分かんないんですけど、じゃあとりあえず公園ですね。公園に行かなきゃいけないようなんで行ってきます。ローズウォーターパーク、まっすぐ行って壁に当たって左で行ってきます。
こっち曲がってもいけるんじゃね、こっち曲がっても公園行けるっしょ。こっから行こう、とりあえず。お疲れ様っす。お疲れ様っす。うおうおうおう、メモ帳が落ちている。私が知ったこと、思ったことをここに書いておく。それが少しでもあなたの助けになればと思う。あなたがこれを読んでいるということは、多分私はもうないのだろうけれど。はい、なんか紙が落ちてますね。逃げろ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 、マジか。髪が落ちてる。彼らは明かりによってくる習性を持っている。いや、光の中に見えるという餌になのだろう。そして音に対しての反応を示す。もしただ生き延びたいのならば、暗闇の中でじっとしているのが正しいのかもしれない。それで助けることはないけど。こういう罠か。呼んでるうちに攻撃する的な。私はあの悪魔たちを見た。確かにそこにはいた。しかし一応何も見ていないので、それが真実なら私が見たものは幻だったのか。ただ言えるのは、あの人を喰らう悪魔たちが実在していても、私の頭おかしくなり幻覚を生み出してしまったのでは。どちらにしろ私は救われない。幻覚なんですかね、この化け物たちは。あ、ここは封鎖されてたんで、やっぱぐるって回ってアパート通って上に上がって公園に行ってきます。ボディタッチしてから逃げよう。おっぱい触ってからのダッシュ。おっぱいだけは触ったぞ。なぜおっぱいを触って逃げる。これこそサイレントヒル。開けばいいんだけど。開いた。うほ、普通に上に行きゃいいんだよね。オッケーオッケーオッケー。で、普通に右に曲がります。ほっ、さあ来い看護師、おっぱい揉んでやるよ。おっ、おっぱいタッチ。うっす、ここにもいたな。痛い、おっぱい触るだけだから。あー、やばい、死ぬ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 、無理、ごめんなさい。マークしてるはずなんだけどな。そうだ、このもう近いな。あそこまで行っちゃいます。あ、これっぽいぞ。これじゃない、文字化け。何々との迫害に負けず、ジェニフ、なんとかキャロルは誇り高く生きた。私たちはそれを忘れない。あ、もう絶対これじゃん。ここだけ地面の土が盛り上がっている。掘りましょう。頑張れジェームズ。お、金属製の箱はボルトで止められていて、蓋を開けることができない。スパナですよ、スパナ。よし、オッケー。お、青銅製の古い鍵を手に入れた。鍵を手に入れましたけど、どこの鍵か分かんないです。オッケー。どうなんだろう、地図見た限り明らかに次もヒストリカルソサイティなんですよ。なんでこのまま資料館ヒストリカルソサイティまで行っちゃいます。
でも敵が多いってことは結構進んでるってことかな。ここじゃないの。お、ここだった。怖いな。お、明るい。そしてセーブポイントがある。一応セーブしときます。ちょっとだけ資料館回ります。でも怖かったらここまでにしとくんで。暗っ。おお、三角男じゃん。ほら、霧の火さばきの後、あいつだ。絵がたくさん飾ってありますね。うわー、やばい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 。これもう行っちゃう行っちゃった方がいいかな。じゃあ行っちゃいますか。行っちゃいましょう。やばい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 。前回のトラウマがあるからさ、なんか後ろから来そう。大丈夫だよね。長、そして長いっすね。どこに行くのこれ。いやー長い。え、長くね？お、やばいやばい。うお、長い階段も終わり、扉に入りました。怖い。行っちゃうよ。じゃあ本当に怖い。今夜中なんですよ。うおー、マジかー。檻とか出てきたし。やべやべ、怖い怖い怖い。どこ？こっちか。地図ないもんね。うん、持ってないから場所が把握できないんですよ。ここ。え？飛び降ります。大丈夫？行っちゃう。ジェームズ、無理しないでほしい。でも、おお、うわー、な、どこだろうこれ。ただの壁だ。なんもないんかな。え、まさか。え、どうしようこれ。え、まさか。お、マジか。びっくりした。もうここで終わりかと思いましたよ。違う、壊すわけじゃないです。
お、これ来たんちゃう。ああ、よかった。ちょっと諦めかけた自分がいました。え？いや、武器かよ、武器。え？なになに？よし。わー、なんかブンブンって聞こえる。新手の敵かな。ほら、こっち行きましょう。お、なにこれ、なんなわけ。特に何もないよね。こっち。お、螺旋、螺旋文字の鍵を手に入れました。え、ライト、ライト、なんで、え、ライトつかなくなった。おお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 お、やばいやばいやばい。はっはっはっ、え、どうしようどうしようどうしよう。なん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 、やばいやばいやばい。おい、前ら、なんなのこれ。これやばい、やばいってね、これ。え、わかんない、何番だろう。え、わかんないわかんないわかんない。ごめん。はい、というわけで今回は資料館に入るとこまでってことにしておきます。まあ今のはあまり気にしないでください。まあ資料館も軽くこう、まあ、予習みたいな感じでちょっと回ったんですけど、まあはめられたって感じでした。資料館な、難しそうだな。ではパート11で資料館攻略をやっていこうと思います。ごめんなさいジェームズ、今回は打つ手がなかったんです。扉のパスワードも分かんなかったし。じゃあまた次回よろしくお願いします。じゃあな。